いちご狩りのシーズン到来ということでこちらのハウスにやってきましたけれども、もうたくさんいちごの実がなってますね。はい、いよいよね、いちごが一番気持ちよく育つ春がやってきた感じですね。はい、シーズンはいつぐらいからスタートしたんですか？はい、当園の方はですね、いちご狩りは1月の下旬から、そうですね、だいたいゴールデンウィークぐらいまでを予定しております。はい、道の駅滝の宮にあるいちご狩りということで知っている方多いと思うんですけれども、毎年楽しみに来られる方もいらっしゃるんじゃないですか？はい、おかげさまで、毎年ですね、お顔を見せていただけるお客様もたくさんご来園いただいております。そしてこちらで育てているいちごの品種を教えてください。はい、こちら香川県のご当地ブランドですね、さぬき姫を栽培しております。もうさぬき姫もすっかりその名前が知られるようになりましたよね。はい、おなじみになりました。もう随分、はい、ご存知の方多いと思いますが、改めてこのさぬき姫の特徴を教えていただけますか？はい、さぬき姫はですね、非常にこう丸いコロッとした形でですね、果肉が柔らかくて、酸味の少ない甘みの多い品種になります。子どもさんでもね、非常に食べやすいいちごかと思います。それをこちらでは、30分食べ放題、はい、30分間食べ放題です。30分時間あると結構食べられますよね。そうですね、だいたい皆さん30分短いかなと思って来られるんですが、まあ、だいたい15分ぐらいするともうちょっとお腹いっぱいかなっていうのが、はい、お声をよく聞きます。はい、なんか親子連れで来られてお子さんの方がたくさん食べたなんて話も聞きます。そうですね、はい、子どもさんはもう、ね、最後までね、楽しんでる様子をね、伺っています。じゃあもうしっかりお腹を空かせてきても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、なんかこの中でこういうイチゴが美味しいよとかっていうのはあるんですか？あ、そうですね。とにかくヘタのところまで真っ赤の、色の濃い赤ですね。で、ヘタのところが少し上に沿っているようなね、形のものが非常に糖度が高くて甘くなっております。じゃあもうよし、ぜひそれを見極めて選んで食べていただきたいですね。はい、またお家にも持って帰りたいという方にお土産用もあるんですよね。はい、パックにお詰めしたものですがね、当園の方で直売で販売しております。はい、分かりました。ぜひご自身楽しんだ後はご家族へのお土産ということで、はい、そうですね、はい、はい、ではこのいちご狩りぜひやりたいという方はどのようにすればいいでしょうか？はい、お電話いただいてですね、ご予約いただければ。はい、はい、はい、お電話番号をお願いしてもいいですか？はい、087-876-3361になります。じゃあまずはお電話いただいてご予約をして、はい、ということですね。はい、農園のスタッフの方にとっても美味しそうに目の前で食べてくれるっていうのは励みになるんじゃないですか？そうですね、はい、本当にやっててよかったなと思う瞬間ですね、はい、本当に、はい、そうですね、大変な作業だと思いますが、はい、頑張って育ててください。ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございました。